警視庁騎馬隊の馬運車前面と前扉を観光バス仕様にしたモノバウン車とは、講義では馬を輸送する自動車のこと。競技では競走馬、馬術競技場を輸送するための自動車のことであり、一般的には馬バスの愛称で知られている。競走馬用馬運車の一般的な構造としては、運転席、急務員スペース、競走馬スペースの3カ所に区切られている。 一般的に競走馬は1台で1から6頭を乗車させる。トラックベースとバスベースがあり、車体後部には馬が乗り降りするためのゲートが取り付けられている。サスペンションは空気バネで競走馬スペースは、旧車と同じように側部の高い位置に明かり取り用の窓があるほか、馬に余計な負担をかけないように冷暖房が装備されている。車体前後には、 競争場輸送中、競技場輸送中の表示がされる。一般的に輸送費用は、馬の所有者である場所が当然ながら負担するが、中央競馬で行われる、競馬会催時の日本トレーニングセンター及び、立東トレーニングセンターと競馬場間の輸送は、輸送費用を競馬主催者である、日本中央競馬会が負担する。JRA の場合、関東地区においては、 関連会社の日本馬室輸送自動車のほか数社が輸送を担当し、関西地区においてはすべて民間の輸送会社7社が分担して輸送している。また、地方競馬でも地元の輸送会社が馬運車を持ち、競馬場館や牧場への輸送を行っている。関西地区においては、近畿馬室などが有名。なお、日本馬室の車両は JRA のロゴマークや、 カンパニーカラーが塗装され、歴代の日本ダービー優勝馬や、県勝馬等の優秀な成績を挙げた著名な馬の名を冠している。また、岩手県競馬組合の馬運車については、伝統の重賞である、道の区大賞天の歴代の勝ち馬の名前が付けられている。海外においても、香港ジョッキークラブでは、旧車のある砂田競馬場から、ハッピーバレー競馬場への競走馬の輸送に、 馬運車が用いられている。馬運車は多くがトレーラータイプですべてジョッキークラブが所有しており、車体側面にはジョッキークラブの文字とエンブレムが描かれている。ありがとうございます。